どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらくくり姫使っていこうと思います。このキャラですね、貴族生の新たな強リーダーとして実装されたんですが、最近木の無効貫通めちゃくちゃ強くなってきてんのよ。で、今日はこのくくり姫をリーダーで使っていこうと思います。スキブ2つに25ターン変身のキャラです。2ターン HP 全回復、最大 HP 2倍して変身してくれます。変身前でダメージ半減は持ってくれてます。変身後こんな感じ、バインド封印操作か指無効貫4つ浮遊持ちです。これまずね、倍率が 3.5 の4乗なんで150倍、さらに超重力ダンジョンにおいては実質火力3000倍程度の火力が出せます。まあ、150倍に20分の1ですねしてくれるので、実際3000倍ぐらいの火力が出せますと。まず火力かなり高くて、スキルもですね、上限30かつ回復以外から木を9個生成してくれます。つまりこれくくり姫リダフレ運用とかしてあげると、毎ターン木の無効貫通確定組ができるのね。そう考えるとめちゃくちゃ強くない？しかもリーダースキル、木の6個消しでダメージを激減、攻撃が25倍、木の9個消し1個で4コンボ加算、固定500万ダメージを持ってくれてます。はい、なのでこれ激減に火力もあって、しかも4コンボ加算固定500万もあるリーダースキルなのね。これ貴族生の中ではもうトップクラスに強くて、しかも最近木の無効貫通が強いということも踏まえると、かなり現環境強いリーダーになってるのね。今日はこちらのくくり姫をリーダーで運用していこうと思います。編成こんな感じになります。はい、貴族生止めの編成で今日は戦術やっていきます。編成紹介、まずはリーダーくくり姫です。リーダーチェンに赤座武器継承です。懐かしい武器なんですが、これは今回戦術やるということで採用されている武器になります。リーダーチェン耐性洗剤です。ユリ無効貫にドラゴンキラー2つに攻撃キラー、そして森林武器でスキブ機動力を6個、無効貫に貴族性追加です。まあ、これはもう最強ですね、本当に森林武器。ウソップ10強に体力キラー4突、そしてハルク継承です。潜在キラー体力4突してあげると、これ16倍乗るので火力かなりボスに対して出るようになります。しかも10強10強7強無効貫もあって、火力は相当高いキャラになっております。で、まあ指1秒延長、3コンボ加算、6解除、キドロップ強化が2ターンで打てるということで、めちゃめちゃ優秀なスキルになっております。これがウソップです。はい、からのオデドラです。雲耐性遅延2つにスキブ、潜在アレキサンダー武器継承です。はい、もう出たら最強。パーティー HP 強化3突に遅延2つ、そしてシェリアスルーツ武器継承ですね。はい、パーティーはダブル吸収無効かつ HP 盛りとしてかなり強いので採用されております。ラストくくり姫、遅延4つ悪魔キラーにこちらシーハルク武器継承です、という感じのキャラクターになっております。今回はこちらの編成を使って実際にね、戦術で遊んでいこうと思います。くくり姫の無効貫先生がかなり面白くて、戦術ね10分切りぐらいで攻略できるリーダーになっていて、かなり面白い性能してるので、今日は実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。とりあえずパティ変身して殴っていきましょう。はい、でもこの遠征ね、毎ターンくくり姫が木の急攻撃をできるおかげでめちゃめちゃ強いです。まずパティ打ちます。オドダラ打ちます。ベレンドくくり姫打ちます。はい、でハルク打ちます。リーダーくくり姫打ってあげて、有利継承のオリエン打ってあげて、クリヒメ打ってあげて、倒していきましょう。こんな感じで木の無効貫通含みながらワンパンしていきます。11コンボです。本当に無効貫通組んでいけば、こんな感じで火力めっちゃ高くない？30億21億みたいな感じでめっちゃ火力出せるんで、なかなかこの火力を利用してしっかりとワンパンしていきます。めちゃ強いです。で、2階層ですね。2階層1発目はパティからのくくり姫打ってあげて、木の救急を組んであげるのが強い。もちろん盤面によるんだけどね。ウソップ打ってもいいです。盤面とても悪い。こんな感じかな。この場合しっかり無効貫からの10コンボ組んでいきましょう。盤面悪い場合は無効貫からの10コンボ、組める場合は木の救急組んであげて、無効貫と救急消し組んであげると5コンボ現象無視できるんで、すごい簡単です。3階層でウソップ打つのがおすすめ。3階層でウソップ打ってあげて、指現象かつ5コンボ現象の対策していきます。3階層は2階層でパティ打ってるおかげで吸収無効継続で倒していきます。なので3コンボ加算が入るから盤面4コンボですかね。こうですかね。はい、これで多分倒せるんで10コンボ組んでいきましょう。え、ちょっと待って、そうじゃん、10コンボ組む必要ないじゃん。まあ、一応ウソップとかの火力はあるけど、そっか、10コンボ組まなくても強いんだ。はって話変わったぞ一気に。はってなって今、まさかどういうこと？5コンボで
やばいですこれ。気づいちゃいましたユコル。あ、超強いけどこれ。そっか、10コンボいらないんだ。やば。ここはでもしっかり組むよ。これで無効貫通含みながら13、15、16、17、18、2コンボ過剰だけど、これで2パンしていきます。マジで軽くたけなこの編成で。5階層です。室内回復かボテドラ、ダメージ無効は殴るだけ。はい、有利がまだ溜まってないんで互換で組みます。さすがにここはちゃんと10コンボ組んでおいてあげて、これでワンパンしていきましょう。回復含みながら突破です。まあ、有利打ってあげるとしっかり HP 回復もできますが、まあ、そもそも単純にこいつ自体が回復以外からキー急行生成してくれるので、万が一の欠損時に関しても有利打てるし、それ以外の場合は基本回復消せるかなって感じです。はい、まあ、ただ有利のおかげで回復明らかに安定するよね。前田はパティ打ってからグリヒメ打って有利打ってストップ打ちます。注意点として木の急行消しが必須なんで、こんな感じで木の急行消しを組んでください。絶対に木の急行消しをサボるとダメージ無効貫通を組まないとコンボ加算とかが発動しなくて倒せなくなっちゃうので、絶対木の急行消しを組んでワンパンしていきます。こんな感じで突破です。では続きまして7階層です。でここはグリヒメ打ちましょう。盾の属性吸収継続で倒していきます。はい、またしても無効貫プラス1コンボ組んであげて11コンボ、これでワンパンしていきます。強い。さあ8階層です。ここはまずオデドラ打ちます。はい、でからのグリヒメ打ってあげて11コンボ組んで倒していきましょう。これで十分でしょ。互換含みながらの13コンボとかかな、12コンボ組んであげて、これでワンパンしていきます。キラー乗りまくるんでワンパン可能です。さあ9階層、ここはパティが上がるのでパティ打ちましょう。11コンボ組んで突破です。マジで早い、早すぎ。さあこれでしっかりと無効貫通含みながらの13コンボです。これで突破していきましょう。で続きまして10階層です。上杉が来た場合に関しても問題なく耐久でき、あーごめん、吸収無効で突破できますし、伊達ももちろん耐久可能です。はい、7万5000とかなんで普通に耐えれますね。で有利打って自動回復入れてからのオソップ打って、こんな感じで3コンボ加算利用して倒していきましょう。10コンボちょうど、これで突破していきます。これはウソップがやっぱり強いですね。ウソップのこの3コンボ加算本当に強い。特に千住ってコンボ現象が結構多いから、この対策で使えるのがすごい偉いですね。11階層くくり姫打ってからオルドラ打ちます。これで交換通含みながらの13コンボ。いやこれもワンパンです。最強。で、続きまして12階層です。ここは1ターン耐久してから突破していきます。これ絶対1ターン我慢ね。耐久者もすごい楽で。本当にね、こんな感じで組むだけ。これで OK です。木の6個消し1コンボ耐久ができるんで、火力も一切出さずに超高速耐久できます。超強くね。やめてウソップ打と、ロック解除でウソップ打ってグリヒメ打って、ウソップ強すぎんお前、さっきから優秀すぎるけど。 OK、 これでしっかりと無効貫プラス1コンボで倒していきます。え、ウソップの仕事量やばくないこいつ。コンボ加算も強いしロック解除もできるしで、ね、完璧すぎるだろ。しかも泥鏡もあるんでしょ。はは、おい、これチートです、このウソップとかいうキャラクター。しかも2ターンスキルです、これが。待って、冷静に考
えたらウソップっておかしくない？マジで貴族性って弱かったんだな。こんな強いキャラがあんまり注目されてなかったって考えると、貴族性ってマジで弱かったんだな、本当に。だってこんなバケモンが注目されてなかったんだよ、ワンピースコラボって。まあ、されてはいたけどさ、ね、されてはいたけど、所詮されてなかったじゃんね。そう考えるとマジやばいな。はい、14。パンパンしていきましょう。でもこれで無効感10コンボ組んであげて倒していきます。ちょっとパズル難しいんで、無効感プラス10コンボ組めばワンパンできるでしょうってことで倒していきましょう。余裕のワンパン。さあボスで、ボスはキータメツ 1C 組んであげて4ターン目に突破していきます。でもこれ木が9個盤面にあって十分すぎるんで、 C 組みましょう。マジ十分ですねこれは。はい、ここでくくり姫からのユウリ打ってあげて、こんな感じかな。木の9個消し無効貫通プラス、まあ適当コンボ組んであげて、これでしっかりとワンパンしていきます。はい、無効貫プラス9個消しが最強なんで、これでまずは削りからのボス。あ、1段階目、ごめん、前半に関しては普通にくくり姫打って殴りで OK です。で、別にこいつって何なんて言うんだろう、無効貫通とか急攻撃を2セット組んだから火力が上がる系のリーダーではなくて、あくまでコンボができるだけなんで、こことかはこのまま殴れば OK。 はい、こんな感じ。火の無効貫通含みながらの全力コンボ組んであげて14コンボです。有利属性なんでしっかりと一発で半分まで持っていけます。こいつら火力高すぎるんでね。はい、でからの半分時、パティ打っちゃってもいいな。パティ打っとくか。パティ、くくり姫、ウソップ、ポテドラ。さあこれで無効貫通含みながらの全力コンボ組んで突破していきましょうという感じの編成でした。マジでさ、貴族性ほんと強くなったよね。こんな簡単に戦術ボコれるぐらいにはやっぱ貴族戦の無効感キャラも強くなってきてるので、相当使い勝手も良くなってると思います。はい、タイムに関してもまあすごい雑にやっても9分50秒とかなんで、かなり早い。しかも無効感組むだけでいいからめちゃめちゃストレスなしで回れて、すごい強い編成になってると思います。特にこのくくり姫のスキルですね、木の急行生成2ターンっていうのはすごい破格のスキルで、本当に無効感確定組ができるので、もうこのくくり姫のリーダースキルと相性抜群です。マジで高火力のダンジョンだと少し厳しいところはあるんですが、まあ、そこまでね、火力が高くないダンジョンだったら、もうこいつの無効感組んでるだけで破壊できて、すごいおもろいリーダーになってて、しかもね、木の救急消しとかしてあげるとね、なんて言うんだろう、確定でコンボ吸収とかも無視できたりするので、すごい強いキャラになってると思います。ぜひね、よかったら使ってみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。